またあんたドラえもん見ようなあんたはほんまに。あんたほんまにあれやな、ドラえもんものすごい好きやなあんたは。ん？なんやねんあんたは。ドラえもんばっかり見よったらな、あんたは将来ドラえもんみたいにあの二等身になるよあんたは。ねえ。はい、失礼しました。今のはね、私の親戚のおばちゃんのモノマネでした。失礼いたしました。というわけでね、今日の動画は、大丈夫かな？まあいいか。今日の動画は、縦動画になります。で、縦をね、使った動画になるんですが、一発撮りをね、一発踊りって言っちゃったけども、一発撮りを心がけて、行ってまいりました。まあ、いい試合でも悪い試合でも、まあ、どんな試合でもアップしようということで、心がけてやってきましたので、なのでね、ちょっとまあ、ネタ動画みたいな感じになっちゃいました、最終的にはね。まあ、いいんじゃないですか。僕はね、プレイのうまさを売るような実況者ではないのと思ったとね。まあ、それでもいいかなっていう方は、見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。でね、最近ね、私、皆さんどうもお疲れ様でございます。コイムですっていうのがね、結構気に入っておりましてね。そんなことばっかり言ってたら、この人の名前はコイムさんなんじゃないかななんてね、ふうに思われても困るので、もう一度自己紹介をしようと思います。どうも皆さん、はじめましての方はまだいらっしゃると思いますが、コイムと申します。よろしくお願いします。はい。まあ、いいですかね。もうそろそろ。はい。もう1分40秒以上経ちましたから、ね、そろそろ行きましょう。それでは、動画の方に行ってみましょう。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。どうぞ。俺の名前はコイム。今日も頑張ってドミネをやります。どうもコイムです。今日はですね、まあ1000人突破、イベントのね、記念イベントということですからね、お祭り騒ぎだわっしょいしょいということで、まさかの、盾をやってみようと思っております。よろしくお願い申し上げます。でね、サブは、ハンドガンを持ちます。で、邪道だなんていう声が聞こえてきましたが、完全に無視するスタイルで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。マップの方ですね。スタジオですね。スタジオ。よくわかりませんが、そういうのでやっていこうと思っております。よろしくお願い申し上げます。4、3、2、1からの頑張っていこう。よろしくお願いします。まずちょっとね、A の方を取りましての。はい、やっぱりやめた。やっぱりもうこう、いっちゃう。どん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 。どんどんいっちゃうよ。あ、しょい。あ、トーチ。ぐ。それはないよ。どの辺でっか。オッケー。ちょっと。ちょっと、どう？どこに？いちマジですか？もう、なんかいるだろう。こっちいるだろう。ちくしょう。これなんかすっごい厳しそうな予感がしている。どうだ、寝ろ。ちょっと盾ってどうやるのかよくわかりませんけれども。トーチを持ってくればよかった？これ、どう？こっちから来るぞ、皆さん。気をつけろ。せいよ。OK、ベイベイ。あう！怖い。ちょっとなんか登っちゃった。ようわからん。どうしたらいい。いや、そこをさらに上。さらに上から撃ってくる。どうも、お疲れ様です。どこ？あ、さらに上。ね。いいですね。何がいいかよくわからんけども。ダメかー！ナイフ？ダメ？あ、ナイフじゃないと魔法もうグダグダ？ 3 点取りされている？これどうしたらいい？
ょっとほんとやばいな、動き方わからんわこれ。悪い、これを持ってもう旗とか関係なくなっていく感じ。ああ、もうダメ、もうダメ、もうダメだよ僕は。ちょっと待って、これ感度が変じゃない？あ、ちょっと下げ目にしてるのね。はい、お門違いごめんなさい。あっ伏せ打ち不能って言われた。おい、来てるか、大丈夫か、手伝うよ。うっトマホがお門違いでございますね。申し訳ないねこれ。ダメだな、声がちょっと今日調子悪い。ちょっとこれは今日はダメだよ。それ OK、 ドラゴンファイヤー壊して OK ベベ、俺の家はもらうぞ。ありがとうございます。どこにいるんだろう、分かってるんだ俺は、分かってる。収まった、怖いな怖いな。ちょっと入っては見るよ。あう、今日はもうダメだよ。どんな試合でもどんな結果でもアップしていく、どんな結果でも今日はアップしていくよ。俺も入るよ。さあ取れるんじゃないか。ナイスビーフ、ナイスビーフ、オッケー。ナイスビーフといえばね、あの A5 ランクのね、松阪牛っていうんですか、松阪牛っていうんですか、あのそういうのをね、先日というか、先日じゃないな、ごめんなさい、適当なこと言いました、何ヶ月か前に食べたことあるんですけれども、すごく美味しかったです。はい、なんていうんですかね、安いね、この脂が乗ってるだけの肉とはまた違うんだな、やっぱり。後ろですか、そうですか、おはようございます、コイムです。で何の話してましたっけ。ちょっと待ってよ、これ嫌な予感がする。あ、OKOKOK、ごめんなさいね、録音してないかと思ったよ、危なかったよ、これよくやらかすんですよね。いいのかこんなんで。で何の話だっけ。そう、松阪牛を食べたんです。で美味しかったんですよね。でダメか、一世一代のトマホーク全然話せんやないか、これなかなかね。59対114という形になっております。どんな試合でも今日はアップしていくよ。せっかく1000人ね、1000人突破イベントの一つの動画になりますから今日は。でちょっと話に戻りますけども、安い肉で油が乗ってるだけの肉とはねまた違うんですな、この油がね全然くどくないということで。ちょっとごめんなさい、全然ねくどくないんです本当に。だからね、いくら食べても飽きやしないぜっていうことですよね。何の話ですかこれ。せいや、オッケー、いい仕事したんじゃないか、いい仕事してますねーっていう人いませんでした。どこ、人も、あ、これ こっち来ない方よかったかな。あー、うん、ごめんなさい、ごめんなすって。さあこれをいただいていく、全然お門違い、どうなってんの今。3点取ってるんだね。 C がやばい、 C がやばい、 C の防衛に行く、あっさりここで、うわーちゃー、盾を捨てたのはいいんだけども。いかん、喉の調子が悪い。ちょっとなんでおまけで当たったみたいな感じ。さあ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 、テンションだけは頑張ってあげていくぞ。はい、待てんかあんた、まさかハンドガンを持ってるとは思わないだろう。ギリギリです、すいません。ちょくちょくこの武器を追いはぎしていくよ、そういうことに決めたよこれから。全然ね活躍できないんでね、追いはぎプレイに変えますこっからね。
旗縛りからの追いはぎプレイ。ちょっと追いはぎです。クソ UAV よ出す。さあ追いはぎ、あちょっと追いはぎたい。いかん、なんか見られてるような気がする。頑張るよ。盾ならではの、あーダメか、やめんか、バカたれ。くっそなんてことしやがるんですか、あんた。あと1ミリだったでしょうねえ。ちょ、ここ、こっそりと入って、いります、いますね。噛みまくった、ごめんね。いける、オッケー、取った、オッケー。さあ、拾っていく、武器を拾っていくぞ、俺は。そい、あかんやつや。頼む、取らせてくれ。取らしてはくれなかったようですね。これは困りましたね。ものすごい点差になっておりまして、これ視聴者の方も、なかなか見てくれないんじゃないでしょうか。こうなって打ち勝っていく。オッケー。またドラゴンファイヤーが出てるだろう、バカタリが。俺がちょっとなんかあっち行ったよ。そうなの。ちょっとキャラが変。ちょっとごめん。こっちから行きます。じゃあ私ね、落としていただいてありがとうございます。僕はね、落とすの持ってないんで申し訳ないんですがね。いやもう何ですかこれ。もうちょっとネタ動画として見てください。ごめんなさい、本当。ごめんなさいね、ちょっと。いやでも本当にね、こう頑張ってはいるつもりなんですけど、申し訳ないですね。許してちょうだい、ちょんまげおじさん。よくわからん。さあ A をね、メイドの土産に取りたいですね。あ、取れないパティーン、取れないパーティーンからのラウンド敗北、スコアリミットに到達。ねえ、ファイナルキルカメラをご覧ください。どうでしょうか。ナイスキル、あーナイスキル、ラスキルからの普通に乾杯、みたいな動画でした。114対200の乾杯でございます。まあせっかくなんでね、スコアは3000という形ですね。6ダッシュしましたが、ちょっと残念ながら負けてしまいました。ちょっとまあ終始ね、浮ついた感じになってしまいましたけれどもね。お、なんかこれかっこいいの出たね。ちょっと出ましょうか。はい、ちょっと浮ついた感じになってしまって申し訳ないですけれども、盾を使ってね、一発撮りをちょっと試みてみました。いい試合でも悪い試合でも、絶対にアップするぞ、これは。心して送れよ。よくわかりませんが、というわけで、まあいい試合ではなかったんですけども、アップしてみます。はい、これはね、自分の中で決めたルールだったのでね、この旗じゃないや盾の動画をね、一発撮りでどんな試合でも絶対にアップしてやると、アップしてやるぞこの野郎っつってね、やった企画でございますので、まあ熱い試合が見たかった方にはね、申し訳なかったですが、まあ、なかなか僕的には楽しかったのでよしとしましょうか。はい、というわけで、1000人突破、記念動画、ちょっともう一回立て直していいですか。なんかテンパってるんで、1000人、違うな、チャンネル登録者1000人突破記念イベント動画の、パート、いくつになるかは分かりませんが、それのうちの1本とさせていただきます。最後まで、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。大丈夫かな、本当に。まあいいかな。